おはようございます。大谷中学放送部です。今日は大谷中学の一日について知ってもらいたいと思います。大谷生は遠くから通う生徒も多く、電車やバス、自転車などで登校します。これは JR と京阪の駅がある東北寺駅からの通学風景です。あ、今日朝礼の日やんな。あ、ほんまや、早行こう。毎週月曜日に全校朝礼が行われます。毎週金曜日には同じ場所で行動礼拝があります。いろんな先生がいろんな話をしてくださいます。心に残る話はずっと覚えてますよね。教室帰ろう。次ってバタタンやんな。バタタンって大谷ならではやんな。バタビアシステム、通称バタタンはコアジュニアクラスの 1,2 年生で行われています。国語、数学、英語の授業で担任の先生が生徒目線で教室に立ち、わからないところがあればより詳しく説明してくださいます。英語、オーラルコミュニケーションではネイティブの先生がゲームを通じて楽しく分かりやすく授業をしてくださいます。家庭科では自分たちがデザインしたエプロンやネームバンドを作ります。作ったエプロンは調理実習で使います。宗教では緩和を通じてクラスのみんなで命の尊さを学びます。仏教の教えも教わります。身近なことで自分を見つめ直すチャンスでもあるんですよね。その他にも様々な授業があります。あー、授業おった。お腹すいた。今日お昼どこで食べる？あと食事がいい。プリンセスがいい。ずっと出来がいい。みんな笑わないな。やっぱり屋上がいい。じゃあ屋上行こっか。うん、そっか。お昼は教室だけでなく風当たりのいい屋上やウッドデッキで食べる人が多いです。もちろん食堂もありますし、学校内のコンビニ、バイショップでお昼を買う人もいますよ。やめろ。この問題ほんまに難しいよ。ほんまにな。あ、先生ちょうどよかった。大谷にはとても熱心な先生がたくさんいます。フリースペースは予習復習にも利用できます。授業中に聞けなかったことも聞けるのでとてもいいですよね。授業終わった。今日って部活あるやんな。バドミントンって何やんの？素振り100回するで。すごい。じゃあな、後で見に行こう。いいよ。あー、野球かっこいい。運動部、文化部合わせて10のクラブが活動しています。勉強とクラブの両立をしている人がたくさんいます。ホッケー部は京都府内の学校の中で数少ないクラブとしてとても人気があります。練習はとてもハードですが、みんな楽しんで活動しているんですよ。すごく綺麗な音しない？うん、めっちゃ綺麗。どっから流れてんねやろ。吹奏楽じゃん。ちょっと見に行こう。うん、行こう。吹奏楽部は数々のコンクールに出場し優秀な成績を残しています。こちらも練習はハードですが、みんな仲良く演奏しています。お疲れ。あ、先輩お疲れ様です。お疲れ様です。中学教えてもらった？はい、バッチリです。じゃあテストも無理ですね。なんでやねん。じゃあ帰ろっか。はい、皆さんどうでしたか？大谷のことを少しでも知ってもらえましたか？この動画を見て少しでも気になった人、入りたいと思った人、ぜひ大谷中学に来てください。きっと充実した毎日が送れるはずです。待ってます。